はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は妖怪学園 YYY 学園生活のダウンロードコンテンツ第3弾の新しい情報を見ていきましょう。はい、ではまずはね、この写真から見ていきましょう。モテヌスが追加される。なぜモテヌスだったか、それが気になるところだよね。ダウンロードコンテンツ第2弾でも昔の妖怪が追加されました。結構いたよね。ゲンマ将軍とか、あとブシニャンで、モテマクールとか、まあ、他にも、いたと思うんだけども、追加されてます。なぜモテヌスだったんだろうね。多分レジェンドも追加されるんじゃない。もうブシニャンが出てきたってことだし、次はイケメン犬とかそういうのも出てくると思うんだけども、なぜここでモテヌスを紹介したんだろうね。はい、まあ、とりあえずモテヌスは夜の学校、ここにね出現するみたいです。そして次の写真はこちら、キャンプファイヤーに煉獄レベルが追加されるよっていうことだね。煉獄が来るか。まあ確かに今までのクエスト獄レベルじゃちょっと弱いところあったよね。まあダウンロードコンテンツ第2弾の宇宙船とかラビリンス、マゼラタイタンなんかはレベル800近いやつらが出てきたので、まあそれは良しとしよう、それは良しとしよう。でも最初からある剣の塔とか、あとトイレとか、あの辺のやつって極レベルでもレベル400前後ぐらいなのよ。なので弱すぎる。この煉獄が追加されることによって全部のダンジョンがかなりレベルアップするんじゃない？おそらく次のアップデートでレベル上限が1000になると思うので、敵のレベルも1000ぐらいのやつが出るんじゃないですか。いやでも最初からある剣の塔とか、あの辺はどれぐらいのやつが出るんだろうね。今400前後だから、600前後とか出てくれても、全然歯応えがないんだけどね。できれば全ステージ、レベル1000ぐらいの敵が出てくれれば嬉しいかな。あとこの煉獄レベルになるとチケットが何枚必要かっていうのも気になるところだね。チケットね、今2枚必要なところがほとんどじゃない？あれ、チケットさ、全部1枚統一で俺いいと思うんだけど、どうなんだろう。煉獄は3枚必要とかなると、結構行きにくいと思うんだけどね。まあそうなるのであれば、チケットをどっかのクエストで入手できるようにするとか、お金で買えるようにするとか、した方がいいんじゃないですかね。はい、まあとりあえず、この写真、山吹鬼が出てるので、山吹鬼は確定で入手できるっていうことみたいです。そして最後の情報です。怨念三拍子っていうのが出てるね。まあこれが怨念クエストみたいだけども、何？もうこいつら倒すだけなのかな。どうも教室で戦ってるから、バケーラとかあの辺と戦う感じになるんじゃないの。マルチとかじゃなくってソロでしか挑戦できないクエストなのかな。いや俺結構練習はしたんだけど、まさか雑魚戦だけじゃなくってボスだけと戦うんだったら全然余裕でしょ。怨念三拍子ね。どうなんだろう。おそらくそんな強くはないと思うけど、あ、でもそうか、ブルームーンがブルーストリーム使ってくるんならば結構厄介かな。ダメージがどれぐらいあるか分かんないけどね。まあ普通にさ、3回ヒットするやつで一発2000とか食らえばかなりやばいと思うけど、まあさすがにそこまではないんじゃない。そうなるとね、ちょっと避けれないと思うんで、このクエストは難しいと思うけど、まあそんな難しくはならないでしょう。はい、ということで今日は3つの写真が新しくアップされてましたので見ていきました。まあこういう風にね、更新はされるんだけども、いつアップデートかっていうのは全く更新されないので、
わからないね、いつ来るっていうのが。もう2月中にはと思ってたけど、なんか3月まで引っ張るような気もしてきたな。まあまあ、まだね、週の真ん中なので、今週末、ちょっと期待しておきましょう。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。